よし。で、立候補って今どの辺？いやもう最近始めたばっかです。で右だけ出ないんですよ。右が出ない。右が左に取れたら出ないんですよ。ああ確かに。ちょっと待ってね。あ確かに右が落ちてるね。オッケー。ちょっと待って。あ、なるほど。俺骨盤変ですよね。やっぱこっちがね、入らない。俺それ腹筋やってて思ったんですよ。そうだよね。腹斜筋やって片方めっちゃやりづらいですよ。あこっちがね入ってこないから、ちょっと一個グッとやった時にこの感じと、はい、これとちょっとやりやすくない？やりやすいっす。やりやすいよね。こっちの骨盤がね、なんかね入ってくれなくなってるから、最近ボール蹴ってる？蹴ってます。ずっと蹴ってます。アップテイキングだ。蹴りにしました。こうなってる。こっち行きづらくない？こっちの方が行きやすくない？骨盤直した時にさ、ここはそんなに違和感なかったでしょ。ってことは多分肩自体に問題はそんなないから、ここを整えて多分筋トレしてる間に硬くなっちゃったかなっていう、そんな感じもあるかな。今日一旦ちょっと骨盤周りと背中周り一回ほぐしてみて、っていう感じかな。それでいいと思う。なんで立候補やろうと思ったの？なんか誰かのプロのやつ見て、うん、あれ橋本じゃない？あ、それっす。F 島の F 島の橋本バカ柔らかくて、いや、あれお化けみたいな筋肉してるんで確かに確かに。なんかボディバランス良くなるみたいな。ここがね、動きできてくると股関節がちゃんと使えるようになるんだよね、うん、そこの連動だから。ワニウォークとかやばかったっす、橋本の。なんかあマニアックなトレーニングしてるよねだから鍛えるのと、なんかこう体をうまく柔軟性よく使えるのと両方やってる感じだよね、はい、確かに橋本は強いもんね、体ね。強いです。これでさ、結構やってみて。
うん、さっきよりはいいかな。さっきよりはいいっす。うん、オッケー。さっきより骨盤入ってきてるからこっちが折ったとこだよね。こっちが折った。こっち入れすぎだ。こっち入れすぎだからこうだ。グッとこう押す。左だけでこれでグーッ ここ意識してグッと押す。グーッ、そうそうそう、グッグッ。次角度変える。はい、うん、ここ全然入んないですよ。入んないよね。この筋肉がね、弱くなってる、肋骨の。あの、こうノコギリみたいにさ、なんかすっげーやってみるじゃん。ここの、これが弱くなってて。OK、ちょっと当てて。はい。きついよね。きついっす。これ、リハビリだからね。あ、そうそうそう、これもこう、こう、こっちのナイティンギンぐらいまで持っていく感じ。はい、手首強くやる。はい、ちょっと体、体まっすぐして、そうそう、ここ入れて、グー、 OK。 はい、グー、ちょっと入ってきたな。ちょっと入ってきました。うん、これね、腕立てしてると大きい筋肉来るんだけど、このちっちゃい筋肉が弱くなっちゃってるから、これで、もう一回上、ちょっと一回ごめん、一回上向きで、上向きで、はい、ちょっと上げて止めて、さっきよりいける、うん、で、これちょっと立候してみて、どうよ。ああ、確かに。さっきの揃ったね。うん、だいぶいいんじゃない。まあ、まとめると、こっちが出ないのが、こっちの骨盤がこう入ってこないことと、ここ、ここが弱いから、こっちで支えちゃってる感じ。だから支えたいから、柔らかくしたくないっていうような感じ。ああ、なんとなく意味わかる。こっちのが抜けてる感じ、ね、そう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 、抜けてるからなんか柔らかく見えるんだけど、こっちに、こっちが湿気になっちゃってる。そう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 、
で、こっちの体格のちょっともう一回あれやってみて、これなんかやりづらいって言ってやってこっちやりやすいです、こっちやりやすいよね。で、逆やってみて、さっきよりはいける。ああ、さっきよりはやりやすいです。さっきよりいける。多分ね、ここが弱い線だと。だからなんか大きい筋肉使うよりもなんか細かくこういう運動、ここなんかプッシュアップとかでもこうやるとさ、ここばっかり意識するんだけど、ここが抜けててここに来てる感じ。あ、なんかここのこっからここぐらいまで、だからここの内転筋とここをこう使う感じ、こういうやつここ意識して、だからこれをちょっと手伸ばして ここでこうぐっとここ意識して、あ、そう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 、うん、これの方がいいかも。とりあえずぐそうで、ここで腕だけこう腕だけいく感じうん、そうすると多分ここの辺もついてくると思うんだよね。これすると多分ね、やりやすくなる。うん。で、ちょっとグーってして、で、上げる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 。で、一回下ろして、上げる、上げる。で、ここ意識して、上げる。地味、地味だけど。でもいいし、さっきのプッシュでもいいし、うん、そうですね、 OK っす。でやっていけば解決するかな。左右対称になりますね。なる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 。多分ここの鎖骨折ったのがね、良くなかったので。あ、なるほど、うん、そうですね、硬いっすね、うん、でもやってるトレーニングは間違ってないから、うん、この細かい修正だけ入れて大きい、だこのちっちゃいの入れてから、ちっちゃいの入れてから、ちっちゃいの入れてから、横入れた方がいいっすよね。あ、でも左の方が多めの方がいいっすか、今左の方が多めの方がいいと。多分右やってて、あ、全然いけるじゃんってなるから。あ、そうそう。っていう感じかな。で、右の股関節に関しては、あれしよう。腸腰筋。俺、腸腰筋も強くしたいんですよ。なんか、竹内さんの見たんですよ、動画。うん。めちゃめちゃ腸腰筋強いらしいっす。腸腰筋はね、もうアスリート必須だから、本当はボールがいいんだけど、さっきのこれでグッグッいい姿勢とって腰を見て見て、ちょっと前に、そうそう、いい姿勢とって、で、これでポヨンポヨンポヨン、で、ここ、これ腸腰筋、地味トレ腸腰筋。腸腰筋なんかあんま怪しいですもん、なんかもうなんか使い方らしい、使い方、これこの姿勢をとって、これ本当はね、ちっちゃいこんぐらいのボールでここ置いてやりたいんだけど、もう本当ね、腸腰筋こんな感じで、ここ抜く、ここ抜く、ここ抜いて、ここだけ、そう、ここだけ、ここ、ここ、これドローインしながら、骨盤でこうしてたら、骨盤ちょっと入れて、そうそうそう、で、本当はこうちっちゃいボールだから、これちょっと邪魔してるからあれなんだけど、で、ここ入んない、ここ入れない、こうだけ引き、ここを引き込む感じ、ここだけ、この感じ、そう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 、あ、そう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 、あ、そのうち来るから確かに、これいや、この角度が力入れなくていいんですか、入れなくていいね、ここだけピクピクピクって締めてやる、大丈夫、あ、地味に今聞き始めた、うん、で、ここ抜く、ここ抜く、ここ抜く、そうそう、あ、そうそうそう、こんぐらいでいい、細かくでいい、こんなんでいいんですか、うん、こう、ちょん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 、で、この股関節の角度が90度以上なってれば腸腰筋出る、90度以上、そう、ここがここまでは、あ、こういうことですか、あ、そうそう、こっから先だ、このぐらいの角度でちょっとやりたい、あ、そうそうそう、あ、こうすね、あ、そう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 、オッケーオッケーオッケー、そんな感じ、こうしながら、うん、これリハビリだからね、こ
これよくあの怪我した人がリハビリ復帰するのにこれやってる、そう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 、テレビ見ながらやってきそうし、全然いける。あ、ただボール買ってきてね、100均とかで、あ、こんぐらいの、こんぐらいのやついいから、え、あれっすよ、え、3号球ぐらいじゃダメですか、でかいっすね、ゴムボールがいい、あのボヨンボヨンってなった方がいい、あ、反動でクンクンクンって反動が欲しい感じで、必ずこう姿勢よくして、姿勢合ってます、あ、待って、こう、ちょっとこれでかいからね、ここがここまで持ってかれてるからあれなんだけど、だからボールの感覚で言うと、うん、こう、あ、もしボールの感覚で言うとこういうのを置いて姿勢よくして、ポヨン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 って感じ。あ、なんかトム君やってたわ。やってたでしょ。やってたわ。うん、なんかボール入れて、ボール入れて、なんかずっとこんなやつ。そう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 。あれあれ。トム君の足首を復活させた理学療法士の先生がやつ。そう、これ腸腰筋。これ細かいの入れて、大きいトレーニングやるといいわ。あ、うん。入れてからし、入れてから、入れてから、この左右差出るでしょ、めっちゃ入れづらいです、こっちテンポ、これずっとできないっす、これも腸腰筋機能入ってないから、そうするとなんか変なでっかい筋肉、あ、こっちの方も思い切っちゃうって感じです、うん、そう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 、股関節ももしかしたらこっちの方が痛みやすいかもしれない、楽しみとれよ、あの腹筋も結構嫌な負荷の着方でした、最初のなんだっけ、これとか、あー、これとか今やって、今もう慣れたから別に、あの、なんかそのさ、最初からフッって入れたじゃん、あれも嫌でしょ、なんか嫌でした、なんかね、やっぱ大きいものをやりすぎて、このちっちゃい、細かいとこ、これが結構おろそかになってくると、こっちのが来る、うん、これでさ、ちょっとさっきの腹筋とかやってみる、あの、これやりづらかった、これ多分全身良くなるから、ほい、さっきよりは行きやすい、あ、さっきより行きやすい、力張りやすいですか、ここに、だからもしかしたらここも抜けてるから、あ、ここで変に力が入れて行きづらかったのか、あ、いいか、いいんじゃない、綺麗に回ってる、うん、ちょっと立候補してみる、やりやすい、やりやすいっす、うん、